どうも、モデリングスタジオ G 田口です。今回もよろしくお願いします。今回はですね、制作編ではございません。ちょっと番外編というか、新しいアイテムをちょっと購入したので、それの開封と、レビューというか、使ってどうかまでいけたらいいけど、ちょっとね、これを買いましたという動画です。最後までお付き合いください。何言ってんだ俺。はい、それでは買ったもの。何かというと、はい、これ。はい、この3つです。これ全部ウェブのものなんですけど、まずは、スーパーエアブラシトリガータイプの 0.5 ミリと、スーパーエアブラシコンパクト 0.3 ミリと、クイックチェンジジョイントセットを買いました。はい。で、順番にまず開封していきたいんですけれども、まずこれからね、行きましょう。僕ね、ウェーブのね、エアブラシ買うの初めてなんですけど、これ説明しようか。すげえ。こんな豪華なプラスチック製の箱に入ってらっしゃいますよ。すげえな、これ。タミヤはこんなんじゃなかったけどな。タミヤ、今まで僕タミヤ使ってたんですけど。まずウェーブのトリガーを今回選んだ理由として、付属品がね、ちょっと豪華じゃないですけど、ちょっと親切なんですよ。まずは、カップが2つ最初から付いてるということ。7cc だったかな ?7cc と 15cc カップが付いてるってことと、あと、ニードルキャップが、2種類。横に穴の開いてないタイプと、穴の開いてるタイプね。ちょっと見えるかな?出してみようかな。はい。こうやって、穴の開いてるタイプと、穴の開いてないタイプが最初から入ってるということと、あとは、軽量アルミボディって書いてるから、どんだけ軽いのだと思って買ってみました。で、ちょっと今持ってみますけども、どんなものか。あ、軽いわ。軽いです。これはね、かなり軽い。さっき言いましたけど、僕今までタミヤのこれだったんですよね。これ HG タイプのトリガーなんですけど、もうだいぶくたびれちゃってますけど、12分の1をメインで作っていく僕にしてみると、0.5 は結構頻繁に使うんですけどね。やっぱり軽いと疲れない。というのがやっぱりいいのかなということです。そこがまず気になったって。で、あとね、やっぱりこの2つついてるってのはありがたいなということですね。で、同じ 0.5 ミリでこうやって持ち比べてみると、もう明らかにこっちの方が軽いんですよ。で、どんだけ重さの違いがあるのかっていうことをちょっと撮影しようと思ったので、ちょっとデジタルスケールを用意しました。で、これはもともと 15cc カップなので、同じ条件じゃないですけど、こっちもね、ちょっと 15cc に変えてみましょう。15cc カップにして、まずは、タミヤの方がかかりますね。見えるかな?これ数字、この角度だと。どう?見えるかな?あ、見えそうだな。もうちょっと下げた方がいいかな?あ、もうちょっと下げるか。これぐらいか。はい。じゃあちょっと測ってみますよ。まずはタミヤからね。はい。タミヤは 213.12。まあ約 213g です。213g 覚えておいてくださいね。俺が忘れるから。で、じゃあウェーブいきますよ。ウェーブ、同じ 15cc カップに付け替えての重量。
おお、169.58、まあおよそ 170g ということは、約 43g の差ですね。なんか大したことねえじゃんって思う人いるかもしれないですけど、 40g の差って結構長時間持ってると違うと思いますよ。特にこう長時間こういう動きをしてるとね、疲れ方が違うと思うんですけどね、僕は。で、タミヤとのね、大きな違いってさほどなさそうなんですけど、あとこの持った感じ、グリップの持った感じとかもそうなんですけど、あのね、あ、ここ違うなって思ったのは、まずこのトリガーのレバーの大きさが、ウェブの方がちょっと大きいかな。大きいというか長い。ここがね。だから、この動きは大きいかもしれないけど、力を入れずに握ることができるっていう感じなのかな。うん。で、ここからレバーのこの先端の部分からこのグリップまでの距離が遠いから、なんか窮屈な握り方にならないのかもしれないですね。で、実際ちょっと持ち比べてみますけど、うん、そうかな。やっぱりタミヤの方がちょっとここの狭さを感じるというか、うん、僕これ前から思ってたんですけど、タミヤのね、ヤバラシのこのトリガーのやつっていいんですけど、ここがちょっと近いなってずっと思ってたんですよ。で、さっきもやってましたけど、こういうね、クリア吹くときにこういう動きをしてるときとか、まあクリアじゃなくても塗装してるときもこういう動きをしてるときって、握って離して握って離してる繰り返しをやってるときって結構疲れてくるんです、ここが握りづらいと。うん、で、疲れてきて最初こうやって握ってたんですけど、疲れてくるとどうなるかって、この親指がこうなってくるんですよ。こういう風にね、なってきて、さらに疲れると中指に持ち替えてしまうっていう。じゃあ最初から中指で持ってって言わないでくださいね。あくまでも、ここでやっててっていう感じなんですけどね。うん。という感じなんです。で、プラス重たいっていうのがあるので、どうしても、こういう動きをやってくると疲れてくるので、どうしてもこうね、手首を押さえてしまうっていうことがたまにあるんですよ。で、片やウェーブの方はどうかというと、まず軽いのがやっぱりなので、多分こういうことにはならないのかなっていうことと、ここが握りやすいので、持ち替えたりこうやってしなくてもね、ずっとできてやれるのかなと。うん。塗料が入るとさらに重さの違いが出てくると思うんですよね、これ。うん、なので、このたった 43g ぐらいの差とはいえ、あとあとやっぱり軽くて良かったなって思えてくるんじゃないかなという感じですかね。あと基本的なところは作り的にはほとんど変わらないです。これは、はい。あ、そうだ。あのね、本当にあれ、あ、そうか。うん、あのね、これ確かそうだったんだけど、これパッキンの部分が本当ね、ゴムじゃなくてテフロンなんですって。ウェーブのやつは。なので、耐久性が、やっぱり、ラッカー系のトルに対しての耐久性が、格段にあるということなので、それも選んだ要因の一つかな、という感じですかね。はい。で、0.5 はこんな感じ。でですよ。もっと気になったのが、こっちね。これ。0.3 の方。うん、こっちは、トリガーもあったんですよ。同じタイプのトリガーの 0.3 もあったんですけど、ちょっとこっちの方がね、使いやすそうだったんで、おお、こっちもやっぱりケースに入ってんだね。すげえや。まあいいや。ちょっと開けてみますけど、まずこのケースに入ってるのすげえな、ウェブさん。まあいいわ。まずね、これも、カップが2つついてる。これはね、2cc と 7cc ですって。こっちが 2cc の 7cc か。っていうこと。で、あとは全長が通常のタイプよりも、53mm、5cm3mm、5cm3mm だって、5cm3mm 結構長い。違うな。5cm3mm 短い。っていうことだそうです。で、まあ、軽量っていうぐらいだから、どんなもんか持ってみますけど、よいしょ、よいしょ。お、あ、これ
これ軽っ。これは軽いですよ。うん。なんか軽々軽々言っててわかんないかもしれないですけど、そうね、例えるなら、なんだろう。重さで例えるなら、うまく説明できなかったらごめんなさい。サラリーマンのおじさんが、何の話だと思わないで聞いて。サラリーマンのおじさんが、スーツの内ポケットにさ、たまに、まあ、入れてるっていうか、入れてるね、入れがちな、ちょっと高級なボールペンとか、万年筆ぐらいの重さ、じゃないかな。それぐらい軽い。何の話よって感じでしょ。でも軽いよ、本当にこれ。で、どんぐらい軽いのか。そう、あ、そうだよ、これ。デジタルスケールがあるんだから測ればいいんだよね。これ相当軽いと思うな。ちょっと測ってみましょう。こんなに軽いとはちょっと楽かもな。はい、じゃあちょっと行ってみますよ。映ってる？映ってるね。はい、行きますよ。トン。85g だって。めっちゃ軽いよ、これ。85g。ええー。ってことは、これ、まあ、単純にこれと考えて 213g でしょ？これが 85g だから、何 g？ わかんない。ま、でも 100g 以上は軽いってことだよね。はい。なので、これはね、かなりの差だと思います。こんなに軽いと思わなかったな。で、僕がね、これを選んだもう一つの理由は、まあ、軽量コンパクトって言うと、やっぱり全長が短いから軽量コンパクトになるんでしょうけど、こことの距離が短い。ここからここまでの距離のね、が短いと、何が楽かっていうと、こう細かい作業をするときに、細かいところを塗るときに、距離が近いと、ピンポイントで狙いやすいでしょ。こうやってね。これ、離れてると、遠くになっちゃうから、やっぱりこういう風な感じになっちゃうんだけど、短いと寄れるから、狙いやすいっていうのがちょっとあったんですよ。狙いやすいんじゃないかなと。で、ウェブのホームページもそういう謳い文句が書いてるので、まあそうなんだろうなと思って。ということと、あとはやっぱりこちらもパッキンがテフロンだということですかね。もちろんこれダブルアクションですから、シングルアクションじゃないですよ。コンパクトですけど、押して引っ張る。っていう感じです。なのでこれはね結構期待大。まあ 0.3 ミリなんであんまり使わないかもしれないですけど、まあ今作ってる20分の1はね、プロコンボーイとか使ってるんですけど、20分の1は今までの 0.3 ミリのやつはねプロコンボーイとか使ってるんですけど、ちょっと期待大だな。まあゆくゆく使ってみてのレビューはまた動画で撮影しようかなと思います。はい。で、もう一つ最後に買ったもの。これですね。クイックチェンジジョイントセット。何って思うでしょ？これね、ちょっと今開けますけど。まあセット内容は、ワンセット買うと、これが2つ。で、これが1個っていうセット内容なんですけど、どう使うかっていうとですね、これ。をまずハンドピース側につけるんですよ。これ今、まあいいや、まずつけましょうか。ハンドピース側にこうつけます。で、こっちはつけてないですけど、こっちはエアホース側につけるんですよ。で、これをこう合わせて見ててください。これをこうカチッ入ったでしょ。これでもう抜けないんです。回りますけど抜けない。で、エア漏れも当然しない。で、外すときはこれだけ。これ、便利だと思いません？カチッ。抜けないっていう。これはね、ハンガーをね、何本も置いてこう、分岐させてる人は、あんまり意味がないかもしれないですけど、僕はね、使ってるコンプレッサーが、タミヤのね、パワーコンプレッサーなんですよ。で、パワーコンプレッサーって、前もちらっと言ったんですけど、ハンガーに置いとかないと、ずーっとスイッチ入りっぱなしなの。だから、ね、分岐させても結局、1本は必ず置いとかなきゃいけないんですよ。
で、かつ、じゃあ例えばハンガーに置いてあるものとは違うエアブラシを使おうってなった時に、スイッチが、ここに入ってるスイッチをオンにしないといけないから、使わないハンドピースをどっかに置いとかなきゃいけないっていうね。ちょっとややこしいことになるので、もうだったら一本使いでいいやと。うん、その代わり簡単にこうやってね、付け替えるようにできればいいなっていうところをあったので、こっちにしてみましたと。これ便利だと思いません？思いませんだって思いません？カチッって。これでいいんだよ。うん。これは便利だと思います。はい。うん。まあ、これが買ったもの、今回買ったもの、3点ですけど、ね、ちょっとウェーブ恐るべしと思った。入ってる内容もそうだけど、ちょっとね、豪華、高級、入り方もそうだし、あんなケースに入ってると思わなかったし、うん。という感じでございました。はいはい。で、おそらくですけど、タミヤのやつはタミヤのやつで、まだ全然使えるので、これはこれで使うんですけど、どうしようかな。こっちは色塗装用にして、こっちはクリア塗装用にしようかな。うん。という感じにします。で、こっちは、まあ、細かいところ、例えばエキゾーストパイプの焼け塗装とかね、そういうところを施すのに、表現するときにちょっと便利になりそうなので、これはこれでまた使えそうな感じですね。はい、そんな感じで今回は、買ったものの第一印象じゃないですけど、まあ、使ってみてのレビューはまた後々にあげます。はい、というわけで、今回は終了でございます。唐突に終わるでしょう。ごめんなさい。うん。とりあえず開封動画ということで今回は終わりにしたいと思います。またね、次回は制作動画に戻ると思いますけれども、見ていただけるとありがたいと思います。チャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。はい、じゃあまたお会いいたしましょう。さようなら。